はいどうもアニマルパテマスでございます。というわけで今回はうちの180センチ水槽、はい、アロワナがアジアアロワナ化石金流の化石金流じゃない高瀬金流と言って買った多分ベニオ金流、そしてブラックアロワナが2匹と、アルビノシルバーアロワナウルトラショートボディが1匹泳いでますが、今回新しく餌買ったんですよね、これ、はい、初やるやつ FFNUM100 っていうね、チャームが出しているアロワナとか用の浮上性の餌でございます。こちら 800g 1487円、はい、あのビッグカーニバルを買ってやってたんですけど、ね、ビッグカーニバル高いんですよね。 400g でも2000円ぐらいしてたんじゃなかったかな、うん、チャームで 400g で1950円ですので、ちょっとねお高いんで、まあ、このこちら送ってくれるんならね、はい、あのこれに変えようかなと、まあ、チャームで6000円以上購入したら6000円だったかな、5000円、送料無料になるんで、その時に、ね、合わせてね買おうかなということで、はい、800g 1487円の餌、これやりました、まあ、うちの子たちね食べます、はい、あの本当人工餌ねみんな食べます。フラワートーマン以外ねフラワートーマンがちょっと食べないかもしれないけど、まあ食べますね、ご覧のように、うん、あのカーニバルはもちろん食いますね、これでこんだけ食うんで、だから、ね、この餌を、ね、あんまり食べないっていうね方もね、聞いたことあるんですけども、うちもどうかなと思ったんですけど、大体のもんこいつら食いつきますんで、あの大丈夫かなと思って買いましたら大正解でした。まあ500円ほどね、ビッグカーニバルより安いんであれば、1487円、 800g ね、これでいけたらいいななんてね思います。こんな感じでバクバクと食ってくれておりますね。本当にどいつもこいつもあのアロワナは食べます。でね、この中で食がね一番ね、幅広いのはね、でっかいブラックアロワナとアジアアロワナでございます。まあというわけでね、真っ黒のこれ買ったやつ、これ沈むやつです、はい、こちら古代魚大型魚用の何でしたっけ、コメットの餌でございます、大粒でございます。これはねちょっとね乙姫よりは高い乙姫よりは高かった、2000円何倍やったかな、2060円、はい、しました。いつも私は乙姫やってるんですけども、それよりもちょっと大粒のやつ、まあ、いつも買ってる乙姫より大粒のやつやりました。これねみんな食います、はい、アロワナも食べます。 うちね2日に1回の餌なんですけど、もうバクバク食いますね、腹減ってんやろな、うん、よく食ってくれますアロワナが底物がね行き渡る頃にはなくなってたりするよね。ラプラディが来てますね、あのヒレが立ってのラプラディですよ、うちの真っ黒のラプラディ、いまだに黒いね。で、あの成長途中のポリプテルスもいますし、あの一番大きいポリプがあのラプエンですね、うん、あの前からいる、うちの一番でかかったエンドリケリアもいなくなりましたんで、はい、こんな感じでね食べます。普通にじゃんじゃん食ってくれますね、もうなくなりましたね。いつもはね、5から6ミリぐらいの乙姫をね人工餌としてはやってるんですけど、こっちの方は食いつきがいい。まあだけど乙姫私いつも買う時ね、5キロぐらいまとめて買うんで、うん、まあそれと合わせつつね、うん、この人工餌コメットのやつ与えていこうかなと思います。まあだけどね、ほんとよく食うこいつ、この餌ポリプもすごいっしょ、食いつき。チビポリプにはさすがにちょっとやれないんで、この水槽にだけ与えてるんですけど、わお、うん、どうですか。で、調子崩してたね、この今手前来ているこのエンドリケリーさんもね、まあ回復しましたね。こいつね、頭の上まで柄があってね、こいつ柄もバンドも太くてかっこいい。これはちょっともう手元でね育てようかなと思っております。まあ、こんな感じで、まあ新たに購入してみた餌はすべてしっかり食べております。
これと一緒にね、あの乾燥コオロギも買ったんですよ、チャームの。あと、冷凍クリルね、冷凍生クリル。生クリルはまあ、うん、それは食いますけど、乾燥コオロギもいやいやでもこいつら食うんで、いやいやでも食うんで、多分何でも食うと思うんです、うちの奴らは。参考にならないと思うんですけども、まあ、うちの魚たちの食いつきはこんな感じだと、いう感じで、いかがでしょうかと。うん、ただカーニバル、ビッグカーニバル与えられている方からすると、このアロワナ用とか浮上性の餌ね、500円ほどお安いですので、まあチャームに注文されることもあるとは思うんで、その時に1回試してみられてはいいかなと。私は 1kg で 800g 買いましたけども、まあもうちょっとちっちゃいサイズもありますので、その辺から1回試されてみてはいかがかなと思います。まあ心なしか、うん、食いつきもいいように私は思いました。というわけで今回は、まあ、チャームで人工餌、今まで与えたことないのを買ってみましたが、バクバク食べました。もううちの生態は食いつきいいんでね、うん、参考にならないかもしれませんけど、まあ皆様もよかったら使ってみてはいかがでしょうか。というわけでアニマルパテムソでした。アニモー。